玄武。玄武は中国の神、四蔵の大員、詩人の一つ、霊獣。北の静粛の神格化。原点上御門とも言う。宋大には、危機のため、神武と解明されている。神代には、北極優勢魔君に封じられている。上帝沖な、上帝栄光などとも呼ばれる。福建省では国庫に置き換わっている。玄武は、北方を守護する、水神。 弦は黒を意味し、黒は五行説では、北方の色とされ、水を表す。足の長い亀に、蛇が巻きついた形で描かれることが多い。ただし、原点上帝としては、黒服の男性に描かれる。古代中国において、亀は、長寿と不死の象徴。蛇は、生殖と繁殖の象徴で、五巻末の偽白費は、収益賛同、系で、 玄武の亀と蛇の合わさった姿を、玄武は亀を蛇、共に寄り添い、持って、おスメスとなし、後につがいとなると、音名が合わさる様子に例えている。玄武の本来の表記は、玄明であり、玄武は、明界と元世を往来して、明界にて信託を受け、元世にその答えを持ち帰ることができると信じられた。玄武の、部は、玄武の、部人としての神請に由来し、五感の採用は、 北方の玄武、甲殻類の腸であると述べ、北宋の公共素は、部という亀蛇は、北方にいる。ゆえに玄という。体には、鱗と甲羅がありゆえに部というと述べた。玄武の武神としての神聖は、信仰を得られず、逃走以降には伝わらなかった。中国天文学では、終天を天の赤道体に沿って四分割した一つで、北方七宿の総称。 北方七宿の形をつなげて、蛇の絡みついた亀の姿にかたどった。奈良県明日香村のキト虎古墳の石室内の北側壁にも玄武が描かれている。俳句において、冬の義語である、冬帝、限定と同義であり、冬の象徴である。なお、冬のことを、伝統とも言う。ありがとうございます。